こんばんは、今ゼロマイロ。どうもこんばんは。じゃあ今日もやっていきますか。お願いします。で、早速ですけど、この前電波が悪くて言えなかった、あの税務調査の金額決まってるんで、まずそれ発表します。で、それ800ナイスで発表するんで、で、あとはですね、ちょっとイベント出ました。最後のマンスリー争いのために、で、しっかりとこのイベントで締めるとっていうことで、ちょっとありがとう。まずフワブロック欲しいのと、まあしっかりね最後やっていくと、ちょっと配信時間増えるんで、また今日からお願いします。あとね、ちょっと今からちょっとご飯食べてます。ご飯で、あとちょっと雰囲気変わったよと思う人、昨日ねちょっとイメチェンしまして、はい、かっこよくなってるはず、はい、かっこよくなってるはずです。おそらく、何かありました？だからメガネかけてるとインテリ感が出てると。で、今日ね起きてからすぐ競馬やって、マイナス5万円、なんで今日はご飯は質素にね、昨日は3万円だったけど、今日は質素にコンビニで済まします。負けたんで、何暴露って、何ですか、お前のこと誰、俺も知らない、またよくわかんない噂、もしかして、何の暴露ですか。頑張れ10個選球ありやす、みんなフワブロック投げてね、一気にガーンっていってやるから、追い込みよ、で、オマルンって誰なの、知らねえわ、誰それ、知らないんだけど、誰、俺が知らない時点でそれ嘘やん、何、ちょっとしょうもないこと拡散してもらしないでもらって、自分のネタでやってもらってね、配信くだらない、どいつもこいつも相変わらずくだらないよな、ふわっちって嫌になっちゃうよね。パジャマじゃない、あのザラです、ザラザラです、おしゃれ、かっこいい、あ、一流の韓国ドラマの俳優みたい、ほんと、目悪い、これサングラスね、これおしゃれな、レイバンの、これレイバンのサングラスです。お、ミカ5個の選球、いいよ、このイベントの初ファンタ誰行っちゃう、行かない、行かないか、じゃあそうめん、初そうめん、今年そうめん食った、みんな初そうめん食うんだけど、そうめんの季節が、冷やし中華は食べたんだよ、冷やし中華はね、で、ちょっととある人待ってます、今とある人をね、はい、あ、フワブロックありがとう、みんなナイスもしてね、よかったら、とある人を待っております、はい、で、まあ新宿にいます、いつも通り。
ネギなしか、ネギある、あるよ。いや、冷えてるわ。うん。うん。冷え冷え。やっぱ腹が減ったら配信もできないからな。うん、ローソン。うん。セブンのがうまいだろうな。ローソンさんのこんな。ローソンうまい。セブンがいいけどね。一番ね。うん、栄養ないよね、そうめんは。こんなの炭水化物だ、うん、車ないのってプリウス、うん、そんなね見え張ってないっすよ、うん、うん、うまいな。ちょっともうちょっとつゆが濃い方がいいかな。薄いわ。つゆが。もう現役に氷でぐらいでちょうどいいんだけど。俺だけ？水いらないんだよね、そうめん。氷で薄めるぐらいでいい。そう、麺は飲み物です。食い物じゃない。さっき多分超えてる。もう異常な食欲が最近やばくて、毎日めちゃくちゃ食ってて、もうお腹も起きた時から出てるから100キロいってるよ、うん、間違いなく。あれ食欲すごいもん。食欲と性欲すごいよ、本当に。めちゃくちゃ食いたい、めちゃくちゃやりたい。もう持たんもん。お、しんちゃん Thank you、 ありがとう。うん、あ、オラブンさん、あ、なんか10個もいいんすか。あ、頑張るぞ余ってる人よかったらね、頑張るぞ余ってるよっていう人、どのイベントにも投げれるでしょ。いや、メガネが似合ってるとか服がどうのこうなんてどうでもいいんだよ。俺が好きで身につけてるし、そんなことは別にどうでもいいです、うん、ファッションとかってそうだしね、結局自己満でしかないし、うん、たまには俺雰囲気変えたくてしてるだけだから、うん、そんなこと書いてるやつって配信でみんなに見せてみろよ、ダサいって言われるから。そういうやつこそなめんな、ふざけんな。ん、グレート来た。おー、ルーちゃん、グレート千九。ファンタじゃない、ファンタじゃない、センキュー。間違えちゃった、うん、ありがとね、うん、足りるわけないじゃん俺、デブなんだ。小食なデブってなんかイラつかん。デブはしっかり食えばいいのにさ、うん、デブのくせに小食って結構いるじゃんね。そう、レスナーさんにいたらごめんね、申し訳ないけど、いやもう食べれないですとか言って、いやもうお腹いっぱいでとか、おにぎり1個しか食べれないのか、勘弁してほしい。デブはデブらしく食えよと思う。、うん、食えよ、おいデブ、おいしっかり食えって、デブなんだ、おいデブ。
俺はデブなんでね、デブらしく。また間違えてるよ。グレートナイス、リンちゃん。間違えちゃってるわ。もうファンタも投げれない、うちのリスナーちゃんは。改めて、ルーちゃん、ファンタセンキュー。オッケー。やっぱりな、強いな。ゼロリスちゃんは、最強だね。2位来た、まあ1位いけるでしょ、コツコツやればね、でそう、税金払わないといけないから、もう想定外の出費が、お金やっぱ残んないわ、お金がね、で、ふわっち、自称ふわっち王が総合1位なんで、ちょっとね、挑むつもりで頑張ります。自称ね、火薬がゼロワンと話せなくて困ってる。な、なに、今日みんな火薬さんに競馬買ってもらってね、5万円買ったんだよ、2回やって。で、その違うわ、プラマイゼロっつうか、2回目5万買ったん、火薬に予想してもらって5万買って、多分5万あげた、確かに、いいよね、別に予想してもらってさね、予想してくれたお礼に5万円あげたってね。うるさいな、あそこのリスナー、なんか、うるさい。いや、当ててくれたんだよ、予想してくれてね、だ気持ちであげただけだから、うるさいんだよ、なんか、あーでもないこうでもない。うっそ、来たファンタスティック。いいんですか、謎の人から。いいんですか、ふうさん、ありがとうございます。謎の人、フォローもしてない、されてない。フォローされなきゃやってけんにゃい、ファンタスティック、ありがとうございます。いいっすか、もっとやってもらって。謎の人が最近多いから、謎の人が。何そば、とろろそばっすね。だからこの、そうめんとかとろろそばって、さっぱりしてて、無限に食えない。無限に。で、火薬って最近配信頑張ってるけど、顔が疲れてるね。ちょっと無理してるんじゃない？ちょっと休んだ方がいいんじゃない？まあ俺はね、3日ぐらい前から、まあ徐々にやってるから、もうそろそろエンジンかかっちゃうで。もうぶん回しちゃうよ。今。そろそろ。もうだいぶ元気になったから。あ、キューちゃんありがとう。短かったね、休みがね。楽になったっていうか、配信やりたいなっていう気持ちが、どんどん今湧き出てきてる。やっぱ休むとね、配信やりたいなとか、みんな大丈夫かなっていう気持ちになってきてるから、他がつまらん、どうやつまらなくはないんじゃない、別に、つまらなくはないんじゃない、でも別にまあ普通なんじゃない、普通、まあ見れるかなって、まあ見ようかなっていうぐらいだな、言うな、俺の配信もそうだしね、
まあ見とくかぐらいな。もうさ、寝る間も惜しんで釘付けになるような配信はないんじゃないですか最近。だってね、もうふわっちもおかまの時代だからね。うん、もうひでママとかあきこママとかたかぽんさんとか、もうああいう人たちがすごいから、うん、もう時代は変わるんだよ。もうおかま同士の喧嘩が盛り上がる時代が来ると思う。ツイキャスがそうなようにふわっちもね強くなると思う。ああちょっとゴミ捨ててくるわ。ちょっと待ってて。もう痩せるの諦めた。もう太ってでもいいなって。服は一着、いやもう一着ありますよ。明日着ようかな。やめたわ。担々麺とおにぎり食べようと思ったけどレジが並んでるわ。やめたやめたやめた。すごい並んでるし、ちょっと残念ながら、原田さんちょっとうなぎちょっと延期になるんでちょっとごめんね。コラボ楽しみに。またちょっと日程改めて、朝6時とかなんですよ。朝早いんだよ仕掛けって。でどうも生活リズムがおかしいと。絶対に無理だったんだよ圧倒的に、うん、でまずちょっとリズム直さないと、うん、でちょっと女の子もなんかいて楽しそうだったから迷惑かけすぎも何も知らないし、もう一人でも、うん、二人だと思ったし女知らないしね、うん、で邪魔かなと思ったしね、うん、良さそうだったから雰囲気がね、うん、邪魔しちゃ悪いかなと思ういう気遣いもあったんで、うん、
うん、別に俺はいつでもいいよっていう、うん、そういうのもあるでしょ。うん、でドタキャンじゃないからね、原さんに事前に言ってるからね、ちゃんと前もって、うん、いや怒ってないと思うよ。その日当日キャンセルしてないから、事前に言ってるから、うん、うん、ねえ、ありがとう、ブラックコーヒーだわ、うん、はい、こんばんは、よし、ふわブロックくださいね、ふわっちブロック、うん、うんうんうん、でやっぱウッキーくんが予想通り出てるからもう仕方ないよね、やるしか。前回も壮絶すぎたけど今回はどうかわかんないですね、どうなるかは。うん、そうで、マンスリー争いがあるんで、はい、でナイスはまあぼちぼちやりましょう、ナイスはね。もうナイスやりすぎると疲れちゃうからね。うん。最近なんで家で配信、まあリフレッシュしてるからだよね。うん、新宿で。ハメ外してますよ。だからっすね。マリオは今日は多分仕事してると思うね。あのさ、職人マンさん、押し付けてる人がインカジやろうとか言うなら押し外してもらえない、ちょっとねえ。そういう人がゼロリスなの迷惑なんだよ、ちょっと。行くわけないだろ、そんなクソみたいな。なんで俺がね、配信頑張った金をヤクザの資金にしなきゃいけねえんだよ。するわけねえだろ、そんなのよ。俺はね。